わが町和歌山。この番組はみんなに教えたくなる和歌山市の魅力を発信します。今回は和歌山市が誇る作家有吉佐和子さんについて、新たにオープンする記念館の情報も合わせて紹介します。有吉佐和子さんは、和歌山市で生まれました。恍惚の人や、複合線などのベストセラー作品を数多く生み出した、作家です。で、1931年に生まれまして、去年2021年に生誕90年を迎えました。で、有吉佐和子さんは、短大を卒業した、昭和30年頃から、執筆活動を始めまして、恍惚の人などの数多くのベストセラーを生み出したということになります。作家以外にも多彩な活動をしておりまして、キャリアをスタートしたのがですね、演劇雑誌の記者でしたので、舞台の脚本や演出も手掛けたりということで、非常にマルチな才能を発揮した人でもあります。和歌山を舞台にしました、紀の川でありますとか、花岡清舟の妻、助左衛門四代記みたいな作品というのを、特にお勧めしたいと個人的には思います。例えばですけれども、木の元であったりとか、無沙汰であったりで、遠くちょっと紀の川中流まで登りまして、九度山みたいな、和歌山の知った地名が出てきますので、我々和歌山に住んでいる人にと、ものにとっては非常に作品の世界に入り込みやすいのではないかなというふうに思います。この和歌山市立博物館においてもですね、6月4日から有吉佐和子と和歌山という企画展を開催する予定です。でそこでは、自筆の原稿でありますとか、有吉佐和子さんが実際に愛用された、三味線などを展示する予定になっています。そういうふうなのを通して、有吉佐和子さんの活動であるとか、有吉佐和子さんが書いた、和歌山の歴史というのを知っていただければいいなというふうに思っております。ぜひこの博物館にもお越しいただければというふうに思います。こちらは今月5日にオープンの有吉佐和子記念館です。有吉さんの東京都杉並区の邸宅を復元、数々の業績を継承し、文化芸術に親しむことができる施設として整備しました。記念館内には有吉さんの直筆の原稿などゆかりの品を紹介する展示室や、茶室、執筆作業を行っていた書斎が再現されています。また憩い、交流などの飲食スペースも備えています。記念館は和歌山市天保橋南の町9番地南海和歌山市駅近くにあります。開館時間は午前9時から午後5時、休館日は水曜日です。お問い合わせは電話・ファックス番号ともに 073-488-9880 番です。また和歌山城公園内にある和歌山歴史館でも、記念館オープンに合わせてコーナー展示、有吉佐和子思い出の品々を開催します。大事にされていた茶道具など貴重な資料を展示します。和歌山市立博物館企画展有吉佐和子と和歌山は、6月4日から8月14日まで開催します。和歌山市民図書館でも短編小説墨の世界の紹介や直筆紀の川短冊を展示しています。この機会に郷土が生んだ作家有吉佐和子さんの魅力に触れてください。最後に新型コロナウイルス感染症対策についてお願いです。安全な生活、安全な外出を心がけてください。ワクチン接種後も引き続きマスク着用などの対策をお願いします。